さあ、では始まりました、アムテチャンネルです。今回はですね、第240回ですね、トイック選んだ R 公開テストですね、受けてきましたので、その感想をちょっと述べたいかなと思います。受験された皆様はどうだったでしょうか。お疲れ様でした。僕自身はそうですね、いや、もうこの季節がやってきたなというか、この暑い中、冷房がガンガンでですね、その冷房のこの、なんですか、温度上げてくださいっていうですね、毎回毎回受験するたびに言わなきゃいけないシーズンがやってきたなという感じですね。もう本当に、周りの女性の方々はこう震えてましたからね。やっぱり、まあ、僕超末端冷え性ですのでだから今回もお願いして、温度上げてもらいました。まあいろんな事件はあったので、それはまたですね、次回の動画で話そうかなと思います。ではそれぞれのですね、感想を言っていきたいと思いますね。まずパート1ですね。パート1はやっぱりまあおなじみの表現ですね、がたくさん出てたなっていう感じです。なのでやっぱりトイックに出る単語ですね、それをしっかり覚えておくっていうのが重要です。それさえ知っておけば、まあ間違えないっていう感じですね。逆にトイックを知らないと、トイックに出てくる単語を知らないとちょっときついかなっていう問題もありましたね。あとはいわゆる、こう受け身の進行形ってやつですね。 is being過去分詞とかですね、やっぱり毎回ここをですね、問われてきますので、引っ掛けとしてよく出ますよね。なんでここを押さえておいてください。続いてパート2ですね。パート2はちょっとやっぱりなんていうか攻めてるんですよ。やっぱこのですね、変化球っていうですね、直接的に応答しないやつですね。それがちょっと度を超えてるんじゃないのって思うぐらい、今回もそんな返答ないでしょうっていうのがですね、出てきましたんで、ぜひですね、いろんな模試だったりですね、公式問題集とか使ってパターンに慣れておいてくださいですね。ちょっと変化球どうかなと思います。同じのも出てましたね。同じパターンの変化球が登場して両方とも正解になってたりしてですね、ちょっと手抜き感がありましたけど、まあそうですね、やっぱり変化球を練習するっていうのがとても大切ですね。はい、続いてパート3ですね。まあこれは、普通かなっていう感じですね。ちょっとまあ3人会話が2回連続で出てくるとか、なんか面白いのがあったんですけど、まあ、それでもやっぱりだいぶ慣れたなって感じですね。自分自身もパート3の問題をは、なんていうかもうあんまり間違えることはほぼないだろうなっていう感じですね。で、まあ、のグラフィックっていうのがついてるやつですね。あれも、なんていうか面白くなってきましたね。パターンが様々な回答パターンが出てきてるので、ちょっと面白いなっていうふうに感じました。続いてパート4ですね。パート4は、まあ、パート3とそこまで変わらずですね、のレベルだったんですけど、ただ一問すごく難しい糸問題がありましたね。多くの人が、このどっちだか分からずに正解がですね、悩んだだろうなっていう感じだと思いますね。今回ですね、周りの人がですね、こう、ページめくるので分かるじゃないですか、どれぐらいのスピードで解いてるかっていうのが。で、リスニングの時でも、もう答え出た瞬間にもう次のページに行くって人がかなりいたんですよ。まだ終わってないのにですね、リスニングのこの音声終わってないのにもう次に行くって人がいっぱいいて、自分と同じぐらいのペースで解いてる人たちが結構いたんですよ。で、その人たちも止まってましたからね。この糸問題に関してはもう、どれが正解なんだ、どっちが正解なんだって言ってね、止まってたので、あ、やっぱりあの問題は難しかったんだなっていうのが分かりましたね。この音で分かったんですよ。続いてパート5ですね。いよいよリーディングに行きますが、リーディングの方のパート5は、まあ、優しくはないですけど、普通。ただやっぱり引っ掛けは、やらしいかなと思いますね。いわゆる、品詞とか語形の問題って優しめなんですけど、今回もやっぱり引っ掛ける気満々ですね。いわゆる、この選択肢が、ですね、この動詞と、名詞とか2つの品詞を持ってるやつとかですね、答えのヒントになるものが動詞と名詞とか品詞が2つ以上あるもので、その文からきちんとどの品詞なのかを判断しなきゃいけないとかですね、いうのがまあ最近の流行りというか、よく出てくるパターンですね。ちょっと難しい語彙問題もありましたね。はい、続いてパート6ですね。パート6はレベルが高かったっていう印象ですね。やはり1問だけですね、ちょっとおかしいというか、普通の受験生だったら全く悩まずに答えをパッと出すことができるのに、逆に英語ができる人はあれこれですね、この文法じゃないのって言って悩んでしまうっていう問題がありましたね。だから、もしかしたら採点対象外になるんじゃないかなと思っています。すごくレベルができる、多分900点レベルとかの人が間違うですね。
引っ掛けの選択肢があったんですよ。で、800までの人たちだったら即答してしまう簡単な問題だけれども、900ぐらいのかなりですね、知識がある人だと、あれこれも正解になっちゃうんじゃないのっていうふうに出てるんですよ。で、しかもですね、その分がかなり場面が浮かばなくて難しい問題なんですよ。で、だから900ぐらいのレベルの人だと場面がわかんなくて、それを選んでしまう。間違いの方を選んでしまう。逆に990とかの満点レベルの人だと、そこまでわかるので、間違えない。だから900点台の人たちだけが、多分間違いが続出してしまうような問題がありましたね。こういうのは問題として不適当になる確率があるので、ちょっと採点対象になるんじゃないかなとですね、思ってます。わかりませんけどね。で、あとはやっぱり文を入れる問題ですねが難しいですね。消去法を使ってやらないとはっきりとわからないっていう問題が多かったと思います。最後パート7ですね。パート7はまあ難しいんじゃないですか。やっぱり終わらない人がほとんどだと思いますね。自分自身は今回は8分ぐらいですね、時計ある会場だったんで測れたんですが、8分ぐらい余ったので、まあすんなりいけたのがほとんどだったんですけど、やっぱりそうですね、照らし合わせの問題とか答えのヒントが離れてるとかですね、そういうのが、辛いと思いますね。で、今回のもので言うと、あ、でもそれでもだいたいシングルパッセージの最後が難しかったりするんですよ、記事の問題 で、それがだいぶ難しくなかったので、助かりましたね。で、ダブルパッセージがじゃあ難しくなるかなと思ったらそうでもなく、トリプルが難しくなるかなと思ったらそうでもなかったので、だいぶ楽に解けましたね。ただしやっぱり言い換えが難しいと思います。かなりハイレベルの単語を言い換えに使ってる印象でしたね。そういう問題がちょこちょこ出てましたね。これリスニングも同じです。絶対これ聞いてる人わかんないだろう、この単語知らないから答え出せないだろうっていう問題がですね、いくつか見受けられましたね。なんでやっぱり、トイック出てくる単語ですね、まあ、アップデートしていかなきゃいけないなっていう印象ですね。よく出るものを覚えていかなきゃいけない。で、言い換え表現を覚えていかなきゃいけない。そして正解のパターンをちゃんとマスターしなきゃいけないっていうですね。こういうのを意識しながら、トイックの勉強をしていって、で、まあ何回も受験するうちにそれがですね、それに慣れていくっていうのが大切だなというふうに今回も思いましたね。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.